ローデシア鉄道クラス15蒸気機関車はガーラット式機関車の1形式。同形式では2番目に大きく74両が製造された。同形式でクラス15より多く製造されたのは120両が製造された南アフリカ鉄道クラス GME4 から8から2から8から4のみである。四から六から四四から六から四の車輪配置、ダブルバルティックス、または ダブルハドソン・ガーラットとも呼ばれる。クラス15の内ダブルバルト形式で製造されたのは2両のみで、残りはスーダン鉄道クラス250蒸気機関車となった。主にローデシア鉄道クラス16蒸気機関車、ガーラットに基づいていた。より高レベルの高速鉄道サービスのためにより、動輪系を大きくすることが求められたことが、新型車の設計につながった。当初は、 ダブルパシフィックで考案されたが、スーダン鉄道クラス250蒸気機関車の調査後、スーダンのダブルバルティックス型と同じ車輪配置及び同輪系とすることに落ち着いた。当初は4両が発注され、271から274までの番号が付けられた。これらは、現在のガーラット型機関車の代名詞となる、反流線型の丸みを帯びた全部淡水車で製造された。 高い実績を達成し、月6200マイルを誇った。第二次世界大戦後、さらに70両が発注された。1947年に製造された10両は、近代化された全部淡水車と丸みを帯びた、後部淡水車で発注された。次の20両の全部淡水車はさらに近代化され、後部淡水車は、 石炭容量が10.2トンから12.7トンから増大するように改変された。最後の40両はクラス 15A として設計された。外見はほとんど同じだが、ボイラーの圧力が180から 200PC まで増加している。ローデシア鉄道クラス17蒸気機関車とローデシア鉄道クラス18蒸気機関車の導入により、初期型のクラス15は、 番号が付け直された。続く数年間、クラス15、15A、16件で、ボイラーの交換、全部淡水車の交換が行われ、クラス15と 15A の区別がつかなくなった。ブラワヨカラマフィケング、フランシスタウン経由で、南アフリカ共和国とハボローネ、ベチュアナランドのといった 800km の長距離走行を意図して設計されたが、橋の強化を必要としたが戦争により、 行われなかった。そのため、ソールズベリーからグーエロ館で働き、価値が証明され、戦後になって長距離走行に従事することとなった。最終的に1959年以後はボツワナで働き、ローデシア鉄道が全機構を引き継いだ1966年にはマフェキングまで走るようになっていた。以前に使用されていたクラス194から8から2にとって変わった。 1973年にローデシア鉄道クラスで2がブラワヨマフェキング間を走るようになるまで使用された唯一のタイプとなった。ブラワヨマフェキング間では往復1000マイルを機関士2人が交代で1人が運転し、1人が車掌車で休憩するという形で連続運転を行った。ブラワヨからソールズベリー、ラワヨからビクトリアの滝。 グーエロからモザンビークマルバーニア間でも使用された。2、3台が北ローデシアでも使用された。ザンビアが北ローデシア地域の鉄道を引き継ぐと、わずか2、3台がザンビア鉄道へと移籍した。404はトンプソン駅とデッドの間の下り坂で事故を起こした。カーブの多い区間であり、その一つで脱線し、転覆した。熟練の運転手が死亡した。 悪運をもたらすと信じられ、同車両は修理後に424となった。古いナンバープレートは脱線現場の記念碑となった。1975年6月までに52両が稼働しており、すべてブラワヨに配属されていたものであった。ナンバー406以頃、1997年にビクトリアの滝で旅客列車とともに、1978年に ローデシア鉄道は蒸気機関車の改造計画を開始した。1980年から1983年の間に残っていたガーラット機関車は完全にオーバーホールされ転がり時空受けに組み込みなどの近代化が行われた。作業はブラワヨのレスコをはじめとする民間企業によって行われた。34両が改造されたが、 1940年から1947年製造の車両は除外された。全量に200プシーボイラーを与えられ、180プシーのクラス15は事実上消滅し、クラス 15A はクラス15となった。改造車にはアフリカの野生生物の名前を与えられたジンバブエは厳しい経済状況が続き、当初の計画よりも長く使用され続けた。 2000年に入ると、全蒸気機関車の使用停止を決定した。その後、全修理が必要になるまで使用された。駐車中の機関車は、その後、予備部品のために使用されたが、廃車されていない。2006年と2007年には重量のガーラットが、小修理を受け、入れ替え作業、郊外及び特別サービス列車で使用されていたにも、かかわらず、通常業務に戻った。 重量には、クラス15の386、395、416、424が含まれる。2015年1月1日の時点で395と414は、まだ現役である。ワンゲタン港は、ジンバブエ国鉄から3両を取得し、入れ替え作業やトンプソン駅の NRZ までの、輸送を担った。10、11、12の番号が振られた。 2014年12月1日の時点で3両とも様々なボイラー及び機械的な問題により稼働しておらず、炭鉱では NRZ から数ヶ月の代替としてクラス15日414を借用している。南アフリカのクラス 15A ナン、no. バー3982009年1940年に最初に製造された4両のうちの2両を含め4両が減存する。 現在、ブラワイを鉄道博物館には現存しない。ありがとうございます。